ももどどううでです。どうもなるみです。この間さ、うん、なんかネット見てたらさピピカチュウピカチチュュウウってる回あった。た聞いたあれ <laughs> あれまで聞いたいんだけど <laughs> 聞いてめっちゃ面白いけど <laughs> さ聞く前ですげえ嫌な予感するんだよね <laughs> <laughs> <で> <laughs> あのいくつかツイッターの反応を見かけてさ、うん、あれ今回「ゆとたわ」じゃないみたいな反応がめっちゃ多いんだけど <laughs> 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 あれね編集したのは夏目さんなんだけどうん <laughs> 無許可で、うん、<laughs> 無許可であれなるみさん音声どうやって引っ張ってきてんのいつもあれあの、うん、iTunes ダウンロードあのアップルアップルポッドキャストだと音源落とせるんですよ自分のローカルでえっ、えー、とパソコンでそうそうそうパソコンのアップルポッドキャストそうそうパソコンのアップルポッドキャストでエピソードをダウンロードするとそうするとン iTunes みたいなとこに入るじゃん ローカルのどこかに入ってるんですよ。あれ、ローカルのどっかか、あれ見つけれなくて。そのあローカルのどこかにあるかっていうのは調べれば出てくるから。そうだよね。うん。そうなんだ。いや、僕、それやろうとしても見つからなかったから、僕がやったのは、あの、画面収録。<laughs> <iPhone> え、そんなのやってんの<で>うん。iPhone で画面収録。結構悪くな,んないそれ結構。 でもさ今度聞いてみてよ、ピカチュウの顔、普通だから。iPhone の画面収録で、まず3、2、1プーンってやります。でそしたら、ユトタワーを再生し、時間になったら止め、その MP4 を MP3 に変換し、貼った。ちょっと削れよ、どっか、前後。いや、削って削って。そう削って。1個乗っただけじゃないの。じゃないじゃない、さすがにね。なんだっけ何の話は知らなんだっけ この間さ、ネットで、あのー、流れた記事がさ、ほう、ネットで流れた記事っていうのが、なんか2000年代みたいな映画がるよまあ、ツイッターに負けなのかな。うん<お>。あのー、年金定期便、放置は絶対ダメ。放置し,ゃ放置した人がたるる、悲しいマズローっていう記事見つけてさ、<laughs> 何これ。これなんだこれと思ったら、トップページからいろいろ突っ込みどころあるけど、はい。うん。何 年金定期便を放置してはダメっていう基地なんですよ。うん、で、年金定期便って初めて聞いた言葉だし、あこれ完全に俺は放置してるんだろうなと思ってさ、うん、見てみたんですよね。で、これ何かっていうと、多分国民年金って、会社に入ってると、なんか点引計取られてるんですよね。うん、会社が払ってくみたいで。で、例えば、多分自営業の人、フリーランスの人は自分で払うとかさ。 あと、転職の間、ちょっと1ヶ月、2ヶ月間空いたら自分で払うとか、うん、20歳の20歳から、その、なんだろう、就職するまで自分で払うとか、ちょいちょい自分で払うフェーズもあったりするらしいんだけどさ、で、見てみたら、もう過去に自分が払ったのは分かるんだよね、これね。うん、過去にどれだけ払ってて、あの、どの時に抜けてるかみたいなの分かるんですよ。へー。年金定期便って見ると。 <で>これスパムとかじゃないのじゃないじゃない <laughs>。で、年金定期便は多分、紙で着てるっぽいんですけど、あんま僕それ見たことなくて、ただ、ネットでログインすると見れるんですよね、ネット経由で。へー。マイナンバーカード使ってマイナポータルとか入ると、普通に見れるんですよ。で、僕その、年金ネットか。年金ネットっていうサイト行くと見れて、うん。それ見たら、あのー、僕は、うん、 ちょくちょく払ってない時だったんですよね。それどうなんのそれが、あの、過去2、3年だったら、今から払えるんですよ。うん。でも、それより前だともう払えないの。どうなんのそれ。その分、もらえる年金が減るんだよね。なので、僕も全然普通に、なんだろう、ずっと就職して、まあ、転職多いから、その間とから、ね。挟まんときに。そう,そう、挟まん時に結構抜けてて、で、この定期便っていう、来るはがきは全然見てなかったから、 もう払ってないままですよって期間結構あったんだよね。これ僕、遡りたくないんだけど。夏目さん、<う>多分、相当あると思うんだよね。<laughs> <laughs> 相当あると思う。これ、やば。そもそもアフリカ行ったとどうなんだみたいなさ、わ <laughs> からんけど、なんか。で一回、ね、俺、チェックするとすげえ面白くて。うん。あの、僕の場合も二十数年年金払ってるんだけど、ちょくちょく抜きてる期間があるから、こ<ー>のまま行くと、 僕が65歳からもらう金額がこれですよと出てくるのよ。いや、面白い。ちょっ今のときに。もう一回、なんて、年金ネットを見ればいいんだね。年金ネットにログインすると、はあ<ー>。で、年金ネットにログインする方法がなんか、うん、結構ややこしかった気がするんだけど。うん。マイナポータルとの連携。そうそう、マイナポータルから連携して入れましたね。うーん。まあ、ちょっと今はやんないけど、後やってみよう。これね、一回やっとくといいっすよ。もしかしたら、 過去3年ぐらいの分だったら今から払えるし、まあ、そうじゃなかったら諦めてこのままいくといくらかってのわ分かるし目安がねあともう20年であこんなに払ってんだ年、ね、金に対してみたいなのが分かるからこれもちょっと面白い成美さん今日お前成美んじゃないな <laughs> なんでちゃんとちょうど言ってるから <laughs> <laughs> ずっとなんかあのさ何、うん、だろうそのサイトがうん 変なフリー素材勝手に使ってるとかさ、うん、全然そんな何もないものを嘘ついて出してるとかさそういうなんかオチというか落ちオチはないこれ <laughs> 確かにこのサイトのフリー素材の使い方もう大昔のオウンドメディアみたいなしょうも差があるんだけどそうそうそう,そう書いてあることすげえまともでさこのモカっていうお金に関する知識のサイトるみたいですねえまともじゃんめっちゃうんで僕の場合多分もう2000万ぐらい 年金払ってるんですよ。二人歳の時から計算すると。<ー>で、間抜けじゃない人はもっと払ってるはずだし、うん、で、そうすると、60歳、65歳から月いくらもらえるみたいなのが、うん、あの資産が出るっていうのが年金ネットなので、ちょっと面白かった、これ。へー面白いね。うん。そうするとさあのあ、65歳から月こんだけしかもらえないんだみたいな。 はっきりわかるのでな1000万だか2000万貯めとけって言われたね言うけどまあそらそうだなっていう感じへえ<ー>なのでその年金定期便とかいう手紙多分まあ僕もそうだけどほとんどの人がんか捨てちゃってそうだからネットで見れるから、ね、か届いてなくないどこに届くの実家,え家に届くんじゃないのこれ自衛ってどこよ自分の住民票どこじゃない家ってどこよって,言っても知らねえけど <laughs> <laughs> 実家なのか、うん。年金で言うとすごい面白かったから今ちょっと探してるけどすぐ出てこないな。毎年誕生日頃に置かれてくんだって、このハガキが。毎年うん。いや俺、先月来た覚えがないけどね、これね。一回も見たことない。一、うん、回も見たことない。あの、僕なんかあれだよ。今日<え>家に年金の。 何日本年金なんとかからのハガキが50枚ぐらい来て50枚どういうことって思うじゃんうん、なんか僕払いすぎててうん、うん、で向こうの手違いで、うん、で返金しますみたいなのが来て申請出すんだけど、うん、それなんか1ヶ月ごととかなんかそう1ヶ月ごとだったか払った都度の「都度返してください」の申請出して口座番号書いて。 るそれ五十枚か50枚ぐらいすぎれ。あって、うん、<laughs> これ全部に <laughs> 自分の名前書いて、うん、やんのってなったんだけど結構ねそれが大変だったよ年金がっどっかになんか写真かなんか,なか年金なのじゃあむしろ払いすぎてるからまあいいんじゃそう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 ,そう、うん、だからねすんごい返ってくんのへえー、なんか手違いでしたっつってうんうん 見てあので、振り込まれたんだけど、もうあの、<laughs> <laughs> なんかさ、まず UFJ 行ったら、銀行のこう、何、アプリで見たら、うん、す,すごいことになってて通知があれ、うん、なんかス,スパムかなと思ったんだよね。そうしたら振り込みだから、あれ <laughs> なんか <laughs>、振り込みの曲、事業企画みたいなのから、むちゃくちゃ振り込みがあるんだ。うそうそう、これまだ下にいっぱいあったりするんだけどさ、うん、<laughs> これが、 1>, 1回あたり数万円がバーっていくん<ー>だから俺儲かったみたいな感じになってるふんふんうんうんでも別にもともとねまあね僕のお金なんだけどええー、こんな感じで成美さん今回の年金の話はとてもとてもいいので、うん、なんかさそういうのちょうだいそういうのもう一個、うん、もう一個ないもう一個えっとねマイナポータルですかトータルないな、ね、い あれ、でしょ<も>耳がひん曲がってるうさぎじゃないのあ、そうそうそう。そうよく <laughs> 知ってんね。<laughs> なんでアイコンは知ってんの <laughs> なんか、んかそれだけは知ってんだけど。僕、あのこの間、インボイス登録したんですよ。インボイス事業者みたいな。ちょっと僕、そういうの。いや、まあ、僕もね、正直、インボイスって,て分かってないんだけど、<laughs> なんか、まあ、とりあえず、インボイス事業者なっといた方がいいみたいな。なんかさ、業務委託すると、るとインボイスやってますかって聞かれるようよそうそう、聞かれるんですよ。 僕はやってませんっていうでてない,でいいのか悪いのか分かんないけど、とりあえず納得かと思って、うん、インボイス登録したときに確かマイナンバーカード取ったんだよね、一緒に。うん、で、マイナンバーカード来たんですよ。うん、で、マイナンバーカード、マイナンバーカードを使いたいんだけど、どう使っていいか分かんないから、うん、とりあえずマイナポータルっていうのが使えるらしいというふうに思っ聞いたので、マイナポータルって使ってみたんですよ。うん デジタル庁が作ってる、その国民全員のいろんなデータが見れる、自分のポータルサイトみたいな感じなんですよ。うん、で、そのマイナポータルにログインするには、マイナンバーカードが必要なんですよね。はいはい。これあれだよね。あの、スマホでピーってできるやつだよね。あ、そう、スマホでピーってやって入ったり。今はウェブもできたんですよ。ウェブ版も。うん。で、そこ入るとさ、結構面白くて、うん、例えば、あのー、どういう理屈かわかんないんだけど、 僕は過去飲んだ薬が全部載ってるんですよ。ああ、それ言うね。お薬手帳を引っ張ってこれるんでしょ、うん。そうそうそう。結構感動したのが、まあ、いろんな観光庁が管理してる自分のデータが、全部連携して、そのマイナポートに載ってるんだよね。へえ、ー、そういうのすごいね。ね。ようやくこういう普通の音できるようになったんだと思って。はいはいはい。<の>いいじゃん。そうそう。過去に行った医者とか、もらった薬とか、払った税金とか、 その要は政府が持ってるデータがもう全部見れるんですよ、自分に関しては。いいいい。へえ。で、ふるさと納税の納税したやつとかも全部取り込めるし。えや、ー、ふるさと納税大体僕全部買って、そのまま何もしてないから <laughs> そ、ね、ただの EC 数。バカだよ、ね<の> <laughs> 割高な EC だから、それ <laughs> 10。10万円ぐらい EC で毎,毎年買ってんだよね <laughs>。<laughs> 3万円分ぐらいのものしか汚いから、ね、それね。<laughs> <laughs> 10万円分のもの汚いから <laughs>。そうなんだ。<laughs> すっげぇ無駄なんだけど。うん <laughs> そういうさ、あらゆるなんか、使ったお金とか、寄付とか、うん、お薬とかも、あらゆるデータがちゃんとマイナポートとか見れて、別に何使うわけじゃないけど、自分が飲んだ薬とか見てると面白いし。え、見たい、見たいこ。あ、この時熱出たなとか分かるそう,そう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 。なんか電車乗ってる時に泊まる人のメール見返しちゃうみたいな、そういう感じでね、僕、暇の時マイナポートで見ちゃう最近。え、めっちゃいいじゃん、それ面白い。楽しいよ。あ、3年前。 なんか医者すげえ行ってんなとか通院記録とも載ってるしいいじゃん友達とマイナポータル見せ合いごっこ飲み会しようよそうそう,そう,そう <laughs> これは誰のマイナポータルでしょうっていう <laughs> えっとこのねいやこれはこれ美容院に行ってないから大事さんかなんみたいな参加美容院はないだろう普通に民間だから <laughs> 喉の一体の鼻水多いから成美さんだなって3歩バかもらってるからな 処方してるからいめっちゃ楽しいんだよこれへえ知らなかった見てみよう,そうマイナンバーカードにスマホかざすと入れるんじゃないですかそうだよねうんそのかざして入るってすげえだるいけど、うん、せっかくマイナンバーカードを作ったからそれ試してみようと思って見てみたら、うん、えなかったのマイナンバーカードそなかった,かった <laughs> そんな人いるもんだってえ<や>10年前ぐらいじゃない,いあれ,あれ全然普通にあるよあだって便利じゃん いや今までさ、マイナンバーカードの番号だけは持ってたんですよ。うんうん、発行届けみたいな番号だけは来てたから、それを使ってたんだけど。でもスマホとかでピーってッーピーってできるから便利じゃん。まあそうなんだよね。初めてそれ、つい先月ぐらいにそれ知って。ええー、そうなんだ。最近もマイナポータルログインしまくりですよ。ええー、面白い。やってみよう。知らなかった。うん、こういう知らないだけでちょっと面白いのいっぱいあるんだろう、ねうん まあ、マイナポータルとかデジタル庁が今後もっともっといろんなデータ集めるらねすげえ楽しくなりそうだなと思ってねうん、うん。なるほどね。じゃあ皆さん、年金ネットとマイナポータル、いい感じにな、うん、ポッドキャストになってきたね。<laughs> 昔はさ新しいポッドキャストが楽しいとか言ってたのに。ローコポッドキャスト。年金 <laughs> ネットとマイナポータルがいいぞ。<laughs> 薬がわかるぞ。<laughs> 薬がわかるぞ。<laughs> 仕上がってまいりましたとたグリフも <laughs> いい感じに熟しておりますまだまだ行くよ <laughs> ぜひこれを見てツイートしてみてください、はい、何をだよ待ってます <laughs>